うおー聞いたー。はい、皆さんこんにちは、タートルです。お腹へこませたいためにプランクやってる人多いと思いますが、プランクって実はあまり効かないんです。なぜかというと、体幹部はしっかり鍛えられるんですが、お腹の脂肪を減らすためには褐色脂肪細胞を活性化させる必要があるんです。これは背中の周りに多く集まっていて、プランクは前側を鍛えるメニューですから、あまり効果的ではないんです。実は上向きのプランクが背中を同時に鍛えることができておすすめなんです。今日も一歩前進しましょう。はい、まずは肘をついて、かかとをつけて、つま先を伸ばして、体を持ち上げてキープ。辛かったら何度か降りてもいいです。スタート。しっかりね、肘をね、狭くした方がいいです。肘を狭くすることで肩甲骨が寄せられます。なんかやりにくいよって方はね、ちょっと位置をね、動いてみてください。ここが安い位置があります。結構これ辛いんで、途中疲れたらね、何度か降りてもいいです。最後までやってください。はい、 OK。 今度はね、肘伸ばして指先外向けて、同じように持ち上げましょう。 OK。 肩甲骨をしっかりね、グッと寄せてください。これでお尻を高く上げる感じ。つま先はね、上げててもいいですよ。しっかりね、肩甲骨を寄せる。頑張って。よし、 OK。 今度は膝を上げて、体を持ち上げて、よっしゃ。とにかく肩甲骨はね、全部寄せるイメージです。できるだけね、肩から膝まで水平。これがすごいね、背中に効いてます。腹筋効いてる感じは少ないかもしれませんが、体幹部はしっかり鍛えられてますから、安心してください。うわ、効く。 OK。じゃあ肘ついて、肘狭めにして、腰つけて、足を動かします。こういう感じで、膝曲げるときに大腰筋という筋肉がストレッチされるんですが、ここの筋肉が弱ってくると、お腹に脂肪がつきやすくなるって言われてます。しっかりね、腹筋もですが、腰も動かして、肩甲骨をね、使っていきましょう。オッケー。今度は手ついて、手狭めにして、足を動かしていきます。肘少し曲げて、ちょっと難しかったらね、手の位置少し動かしてみてください。肩甲骨がね、寄せられる位置があります。あくまでも肩甲骨を意識したメニューです。腰は伸びる。 OK。 最後、肘ついて、足を伸ばして、これでキープ。しっかりね、腰を床つけて、腰床ついてないよって人はね、肘をね、位置を変えたりしてみて。あと少しで終わりです。ふう、背中があったかい。頑張って、少し。うー、よし、 OK。 ぐわー、効いた。お疲れ様でした。短時間でね、ちょっとポンポン進みましたけども、背中をしっかり使うってことが痩せるためには大切なんです。今回はしっかり褐色脂肪細胞、背中を使った腹筋メニューでした。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。